はいどうも、ゲニーです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラッシュをやっていきましょう。ということで、はい、今回なんですけども、こちら、4ステップゾーン系能力者のピックアップガチャが参戦と、いやー、また、桜花七部会に続け、またまたいいガチャ来たんじゃないですかはい、これはもう引く価値があります。はい。 ただし、えー、ま、最後までね、今回話聞いてもらいたいんですけども、目先だけを気にするのであれば、正直ね、スルーしてもいいと思うんですよ。はい。ただ、長年バウンティーをやっていくつもりがある方はですね、結局このキャラクターたち、全員必要です。はい。<laughs> これマジで全員必要です。はい。まあ、なので、俺的には、ま、引いてた方がいいとは思います。はい。結局ね、育成にも時間かかるので、まあ、とりあえず一体ずつね、当てて、 置ければまあいいかなっていう形なんですけどもまあ今回も2周までしかできないのでまあね、えー、何が当たるかはわかんないんですけども、えー、ゾーン系といえばねやっぱりねディフェンダーキャラをよく使う方うん。 これはですね、もう必要になってくるんですよね。環境が変われば、そのキャラクターたちに耐え、しのぐために、やっぱりゾーン系って必要になってくる。で、今言われてるのが、次、青超フェスのゲッター。まあ、ゲッターで言えば、青が来るんじゃないかなと、超フェス言われているんですけども。でも、青の超フェスのゲッターが来たとき、ってことは対抗していくのは、っていう話になってくるんですけども。まあ、緑、シャンクスとかね、対抗していけるとは思うんですけども。うん。 4周年っていうのは赤属性が濃厚なんですねはい順番で言うと。ってことはその青超フェスのゲッターがどっかしらのタイミングで出てきた時にその赤くキャラの 超フェス、ゾーン系必須になってくるんじゃないかなと、えー、個人的には思っております。はい。まあ、なので、まあ、そういったね、先までを考えていくと、結局、このゾーン系のキャラクターたちってマジで必要なんですよ。うん。まあ、レアリティで言うと、王家七部会のキャラクターたちの次に必須なキャラクターたちになってくるかな。はい。えー、まあ、てな感じなので、まあ、そこら辺で皆さんよく考えて引いてもらえたらなというふうに思います。まあ、本当に目先だけ考えて、 考える人はですね別にもう本当にいらないと思います。はい ただ、目先でも必須な属性がこの青属性になってくるんですね。はい。カイドウ、ウルティ、ユメルフィ、ワカレイリ、こういったキャラクターたちにはぜひともね、このゾーン系新世界っていうのを今つけてあげてください。はい。そうすることによって、えー、しっかりとね、ダメージカットもして強くなっていくと思います。はい。まあ、その時にね、えー、こういったあの、チョッパーたちがね、まあ必要なんだよ。このペルのフェスゲンのペルもそう。で、このフェスゲンの戦国もそう。うん。で スゲーなチョッパーねこういったキャラクターたちがね今しっかりとピックアップされてるのでまあ今青を使ってね俺らは青で頑張るんだっていう形をまあ取ってる方はですねまあぜひとも引いてもらえたらなという風うに思いますはいでやっぱ続いてはですねえー、とメダルになってくるんですけどもやっぱね買 街道のメダルが本当にいいんだよマジで、うん、去年かな去年ゾーン系っていうタグが増えてなおね価値が上がった、えー、メダルになってくるんですけどもこれね <laughs> はい「街道街道キング」ですよはいこれねえー、っとまあゼファーにつけたりえー、っとまああとで言えばあれですねうたちゃん はい。めちゃくちゃ合ってくると思います。ダメージカット7%、ダメージアップ7%、ダッシュ14%、回避10%のスキル2、スキル1ともに20%短縮と。で、これね。 敵から攻撃された時にスキル1を短縮していく。で、ダメージアップのこれもスキル1短縮になってくる。だから攻撃受けるたんびにカイドウとキングのメダルで、えー、なんとね、スキル1がですね、えー、バカバカ短縮していくメダルになっております。はい。まあこういったメダル編成もあるし、まあゼファーとかだったら個人的にはこれかな。カイドウ、カイドウ、ブラックマリア。 うん、カイドウキングブラックマリアでもいいと思うんだけど、うん、カイドウカイドウにしてる方のが、えー、タグ合ってきますはい、まあ、これはですねカイドウが、えーまあ、スキル1短縮ですよねでブラックマリアもこれスキル1短縮になってきますはいただしダメージを受ければ短縮とただお宝エリアにいるだけで短縮、まあ、これめちゃめちゃ固有特性ディフェンダーとしてでも最強だと思いますはい で、えー、自分がいるお互い宝に味方がいないとき、受けるダメージが7%カット、ダメージが7%アップ、ダッシュ14%回避10%、スキル1、スキル2、共に20%短縮。いや、普通に強くないですか、これ。はい。マジでこれ、ゼファーに合ってきます。はい。まあ、なんで、ぜひとも皆さんやってみてください。で、えっ、ー、と、これね。 これはね、今の超フェスカイドウとか、えー、でいいんじゃないかなと、えー、いうふうに思います。はい、えー。これがですね、今回のクイーンのメダルですね。はい。えー、お宝エリアにいるときスキルに。なんで、カイドウで言うと無敵スキルですよね。 はい。っていうのを短縮。で、ダメージアップ。で、これ、ダメージ受ければ、ボロブレスを短縮していくというものになってます。で、与えるダメージが7%で、えー、ダメカットが7%、ダッシュ14%、えー、回避10%、スキル2、スキル1ともに20%短縮と。はい。なので、これはですね、えー、と、カイドウ、うん、に付けてもらえたらいいかなというふうに思います。うん。まあ、なんで、こういった風にね、ウタちゃん、今の環境、歌ちゃんだったり、まあ、カイドウだったり、ゼファーにつけ、えー メダルがこういった風に作成できるのでまあぜひともねおすすめしたいという感じですねはい続いての、まあ、ゾーン系のメダルといえばねこれですよねルッチルッチ獲といった形で、まあ、若ドフィになってくるんですけども若ドフィにつけていけれる、えー、工場最強メダルだと思っておりますはいまあこれもですね えー、クリティカルが発生した時、スキルに、えー、スガき短縮、スガき短縮からの、まあ、この、こういう特性はあまり気にせずと。はい。で、中身もですね、この、やっぱ角とルッチがね、しっかりとなってるんで、6タグが2タグマックスと、はい、いう形になっております。うん。ま、ほんはね、ここ、ジャブラ。 えー、ジャブラをね、作ることができたらいいんですけども、まあこれはね、イベントの復刻が、もし来るようなことがあればね、えー、ぜひとも皆さんに作ってもらいたい、えー、メダルになっております。まあこういった風に、マジでゾーン系のキャラクターとかって、メダルでもね、今の環境でもしっかりと使われてくるものになってるんですよ。はい。えー、まあなので、えー、個人的には、えっ、ー、と、今回のガチャ、えー、マジでおすすめします。はい。ただし、 目先だけ本当に考えている方に関して言うと、えー、完全スルーでも全然いいと思います。そしてやっぱりね、えー、12月ジャンプフェスタ。 そして、十、えー、11月3日、ヤマトの復刻があるのではないかなと。はい。で、その先ほど言ったジャンプフェスタ、こちらで新調フェスの可能性も全然あり得ます。はい。なので、来月、ヤマトの復刻、再来月に関して言うと新調フェスの可能性があるので、まあ、そこもね、しっかりと考えた上でダイヤを温存するかどうか考えてもらえたらなと、と、えー、いうふうに思いますので、ま、ぜひとも皆さん、えー、楽しんで、えー、ガチャされる方は楽しんでガチャ引いてみてください。 はい。てなわけで、今回はこれにて終了になります。皆さんいつもご視聴ありがとうございますじゃあね。